そんなにも決めてないの。速攻 CM 行こうか。 CM2 回しかない。え CM2 回だから大事な1回を使う。大事にいかん。最初に1回使うって新手の技使おうかな。あ、全然全然最初に2回使ってみる。いけるすか。あ、いけるよ。好きな時にいける。じゃあそれも、じゃあ悩み相談会に行こう。な、うん。じゃあ行きますよ。はい、はい、どうぞ。はい、どうも、いきなりステーキでーす。どうも、いきなりステーキです。あ、違うか。いきなりステーキではないですよ。はい。いきなりステーキ今食べてきただけで。ラーメンなんとか。ラーメンは怪力なんとかみたいな。怪力。怪力。怪力みたいな。怪力のラーメンみたいな。はい。いきなりステーキはね。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ショウです。どうも、マーボです。今日も月曜日よろしくお願いします。スタデイ、くんじゃさん、こんにちは。こんにちは。そうなんです、はい、今食ってきましたね、ご飯を、うん、カツカツでね。カツカツでカツカツになりながら時間をカツカツで行ってきましたけど、うん、はい、ライカムまでね、しっかり今日は。ライカムまで行ってきたから、ね、食べにわざわざ仕組みか何をやってんだって話ですよね。こっちからライカムってめっちゃ近いですね。まあまあ近いっすね。真っ直ぐじゃないですか、もうずっと。あんまりやっぱ、なんて言います、うん、那覇の方に住んでるんで、うんうんうん、ここに来る機会ってそんなにないんで。なるほど、なるほど。ありだったよな。うん、ありだね、これは。それから晩飯、うん、結構マボ、くにちゃんさんからコメントで、うん、昔チェッカーズいたって。あ、いましたよ。いましたって。昔じゃない、25歳だよ。そう、いつも飯食い前に来るか、まあ仕事の時間のタイミングが合わなければ食わないけどさ、うん、今日時間あったさ。そう、早くからゆっくりだったから。していつもはなんか 前も言ったけど、あの一番3軒目の飲食店に入るとか、あ、決めたからね、なんかやってたけど、今日はなんかライカム行くかってなって行ったんですけど、うん、あっちめっちゃいい。めっちゃいいね、やっぱり。しかも誰かと行くんだったらなおさらいいな。なおさらいい。しかもなんか普通に1000円ぐらいで何でも食えるし、うん、俺今日お前がステーキ食べようって LINE してきたけど、うんうん、うわステーキ嫌だって思ってたわけ、ね、だけど、まあ、話すこともあったから、うん、まあいいや、合わせよ、ここで揉めてもしょうがないと思って、うん、したらやっぱフードコート行けばさ、うん、種類がいっぱいあるから最強だなって、あれは最強でしたね。だから俺はあえて言ったんだよ、絶対もう否定させないように今日ステーキ食いに行こうって言ったシュプリームさん、翔くん、ヒゲの方、うん、ヒゲの方です。あの、なんかいつの間にかヒゲの方。ヒゲです。なんか新しいしこ名みたいなの。相撲取りでヒゲの方。イラナミさん、こんばんは。藤田しこるん。一応俺これいつも毎回思うけど、シュプリームさんのこの挨拶って、うん、あの俺が読むさ、基本的コメント読みを、うんうん、俺ちょっと嫁と子供いるからこういうの嫌だわけ。嫌じゃない、恥ずかしいわけよ。いざしこるん、お前しこ。そうやってお前すぐそういうなんか。別にこのシュプリームさんは普通にやってるのに、はい、何お前そうやって何か普通ってそれになんかあの下ネタだから嫌だみたいな、なんかやめ、誰お前のが悪いわそれは。じゃあやめてないさ、やめてなくて。じゃあお前が一回呼んでみてほしい。いやいや、翔くん、ひげの方、いろなみさん、こんばんは。藤田しこるんです。お前ちょっとエロく聞こえるよね。普通で、そうそう、でライカム行って、うん、まあいろいろ数えたら40軒ぐらいだ、フードコート、30ぐらいフードコートありてたから、大変やったなマジで。俺はラーメン食って、やっぱりあのこの時間だからちょっと別に余裕だろうと思っていたけど、めちゃ人いたね。うん、ご飯食べるところは特にやっぱ外人も多いしな、多かったね、すごかったな。俺あの間に合うかどうかちょっと心配だったもん、うん、あのラーメン頼んだけど。おライン、沖縄ラブさん、うん、ありがとうございます。コンテ、お、コンティニューコンテ2枚来た。延長決定。そうさ、そうで5枚溜まった、ありがとうございます。はじめまして、ショーって言いますんで、よろしくお願いします。どうも、マボです。しかも、この何だっけ、あのあれやばかったな、この外人めっちゃ多かったね。外人もめっちゃいた、中国の人かな、あれは多分半分ぐらいじゃない、うん、しかもなんか、ラーメン人気だったよな。うん、好きなのかな、外人。いや、待って待って、中国から来てるからラーメンって好きなのかなって何。ああ好きなんだじゃん。俺らが米食うみたいなもんだろ。ああ
でもよ、日本に来てわざわざよ。だから、ないのかな。あれだけさ、どんな問題、日本のラーメン。あっちは上から来てるってこと。本場のやつ、俺らが行ってやるよみたいな。そういうことね。気持ちで食って、まあまあやるなみたいな感じ。やっぱりね、あれだった。やっぱりよくこの議題ちょっと出るさ、沖縄の観光の話とか、うんうん、まあ俺が宿泊業とかやったりなんかそういうのが好きっていうのでちょっと出たりするけど、うん、やっぱりね今回もね、うん、すごかったね店員が、やっぱり受け入れの体制がやっぱりね、うん、難しいさ、うんうんうん、やっぱりなかなか喋ったりとか、ね、ラーメン屋だしね、うん、実際問題多分比率で言ったらどんなもんなのかな。だって LINE で言ったらもう1割もいないでしょ。いない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 。 0.1 割ぐらい、 0.1 もいない。100人来たら1人いるぐらい、いるたらいたなぐらいじゃん。いない、ほぼいない、もうほぼいないに近い。あ、じゃあほぼいないに近い、うん、1月来ない日もあるから。だからそう考えたら、だからなかなかそこに合わせてね、あれするっていうの難しいさ、うん、狙わない限り、うんうん、正直沖縄の人もライカムとかめちゃめちゃ行くからさ、うん、もうなんていう、やばっていう、あ、やばいやばい、もう気まずいっていう顔してたもん店員が、うん、でちょっと俺見るもんだけどよ、やばって言ったところでよ、どんだけ来てるからやばっていう顔ずっとしてるかって話じゃん。ずっとしてた、あっちに関しよう、もうして、なんかどれですかみたいな聞かれてさ、うんうん、したら辛味噌、辛味噌しか言わないもん日本人が多分おすすめのラーメンと思ってるじゃん。あー、そういうこと。何喋れてるの。喋られたらもう多分自分バイトの子は必死だから、うんうん、自分の一番好きなラーメンを多分伝えてると思うわけ、うん、辛味噌ってで、しかもやっぱ海外の人って結構並んでて、俺の前に5人ぐらい、うん、まあ、厨房難しいじゃん、うんうん、でやっぱり多分1000円札とか安心感があると思うわけ、うん、お釣り来るさ、なんか来そうさだから、うん、あそこって餃子セット飲んだりしたら、うん、1012円とかだったわけ、うんうん、したら1000円しか出してないわけ、うん、だから12円も引っ張ってくれってくると、12円って一番日本人でも出しづらいさ、うん、なかなか、うん、だからそこでもちょっと戸惑ってて、うん、でやっぱりコーラ頼むんだなって思った外人、うん、ラーメンでもコーラ行くんだみたいな。俺なんかやっぱお茶飲むみたいな感じなのかな。水でいいけど、そうそうそう、うん、すごかったな。でもマジ結構人いっぱいいましたね、うん、っていうかもうほぼラーメン食ってただろ確かに2近いぐらい。周りめっちゃ暇そうだったな、うん、とんかつと、やっぱステーキも多かったよ。まあまああの辺はステーキうまそう。ステーキは日本人っていうかその地元っぽい人がいっぱい食ってた、ね、うん、結構高い。いきなりステーキ、いきなりステーキで、いきなりステーキはもう結構有名さ。普通に食べたら、今お前のやつの値段はいくらだった。俺のは2000円ぐらい。でも俺のやつは 450g だったから、肉のサイズ結構でかいな。普通200ぐらいだから、うん、その辺のステーキやつ。じゃあ1000円ぐらい、そら1300円とかじゃん大体。だ沖縄ってやっぱステーキさ、1000円ステーキっていう、なんかステーキ戦争って言われるぐらいさ、確かに沖縄は結構ステーキに熱いさ、うん、どうなんだろうな。やっぱいきなりステーキとかって、でもまあちょっと高いんじゃん。そあっちだとうまかったよ。俺さっき肉食ったけど、いやうまかったよ。でも多分あっちの方が最初はずよ多分。あ、そうそう、あれが一番最初で、量り売りみたいなのやって、うんうん、東京とかで超有名になって、しかも東京とかは立ち食いだかららしいな。なんかで椅子に座るのはプラス100円とか席料みたいなかかるから、ね、うーん、俺一回だけ行ったけど、あんまその時肉好きくなかったから、別に普通に焼肉とかの方がうまいなと思ったけど宮古島にもなんと沖縄で結構展開してるやっぱりステーキが、うん、宮古島店ってのをオープンさせて、よく行きますけどめっちゃ並んでるね。すごいよな。吉野家もできたよな。吉野家もできた。吉野家なんて最初開けた時牛丼と豚丼しかなかったから舐めすぎじゃんそれは。それ舐められすぎじゃん。なかなか尖ってる。舐められすぎじゃんそれはやばいだろそれ。いや舐めてるとかではないと思うけどとりあえずこれ置いとけみたいな感じ。しかも結構値段もちょっと高かったし。マジ、うん、変わるんだ値段あるな。シプレームさん、沖縄ステーキ戦争が熱いですが、我が家は骨肉の争い結構な争いしてますねそれで、うん、だから吉野家最初高かったけどやっぱ値段を戻してたっぽいし、一回なんか、うん、あの吉野家が試しで、あ、なんか秋田漬けあったよな。そうそう、2日間限定で
なんか本当に、なんていう、炊き出しみたいな感じで500食みたいなやった時は、もう島中が並んだね。あれやばかったんだな、あれ。あれでもやばかったっ。島中の人が集まったに近い。聞いた俺の母ちゃんはわざわざ俺に電話してきて6買ったって言ってた家族4人なのに6買ったでその時さえもやっぱ牛丼450円とか500円ぐらい取ってたから、うん、今って普通に食べようと思ったら並350円とか、うん、安いよ、ね、400円ぐらいでしょ。めっちゃ安い。だけど最近思ったんだけど、ラーメン食ってってもう今日も思ったけど、うん、あのそれこそステーキ戦争の1000円もそうなんだけど、うん、高っ、あ、安くない？安い安い。全体的にちょっと全部安いというか、ちょっとなんか今日あれだな、関さんにも入ってほしいな。うん、関さんにもちょっと話をしたい。安い、確かに。一消費者3人、まあ、話あるということなら入りますか。3人消費者として俺の今話を聞いてほしい、うん、やっぱりなんか安いんですよ、うん、全部が、うんうん、なんか今今日もラーメン食って1000円くらい払ったんですけど、うん、餃子、うん、ご飯、うん、でネギなんか好きなだけ入れていいみたいな、まあ、いいで結構ごついラーメンで1000円差、うん、で麻婆が食ってた肉も別に200、みんな大体多分200ぐらいでスタンダードしたら1300円で、1000円ぐらいで食えると思う。サラダご飯で普通に1000円ステーキなんてさ、米おかわり、あっち最強だよ、最強さ、あれはやばい。米おかわり、米サラダもいける、スープもいける。うんうんうん、だってやっぱりステーキに入ってる都の人とか見たら、うん、小学生に米をいっぱい入れてこい、米をいっぱい入れて米から食べれって言うもん。待ってる間に米を食わやっぱ待ってる間に米を食わして米でお腹いっぱいにするっていう作戦もあるからな、うんうんうん、子供の場合は、うん、まあね。だからモスバーガーとか食べますよ、セイキさん。あんま食べないけど、たまに行くかな。たまに食べます。年2ぐらい。マーボーどうモスを。俺はあのこの何マックとかこのファーストフードの中では一番モスが、はいはいはい、そうさ、一番いい。モス一番うまいさ、うん、安くない？安い。でもまあモスはでもまだ高いだろ。待って、うん、フィッシュバーガーって今320円ぐらいでしょ。320円ぐらいだろ、うん、でモスチキン220円、うん、コーラはあの別に隣にあるどっかで買えば販売機でもいいし、販売機100円で、うん、600円で、うん、あのクオリティが買えるんだよ。確かに。まあそうだな、単品で食ったらそう、うんうん、まあまあまあ分かるわ。ねやっぱ、いやでもモスバーガーは特別よ。あーあ、クオリティが全然ちょっと違う。だいたい1個で、はい、1個で済まないし、うん、そう、うまいから食いたくなるんですよね。2個とか取るしな、うんうんうん、バーガーもメイドイン、うん、メイドインジャパンだからね、モスは。シュウさん、この番組から新しいステーキ屋を起業しよう。名前は相変わらずステーキとかの。ああ、いいな。あ、確かに今あるじゃん。あれだね。今から今これもしやん、これもしなんかもし次あの俺ら飲食さどっちかさ、うん、はいはい、何かあったらこれもらえますね。相変わらずステーキ。あ、いいかも ね。だってさ、ステーキ戦争でステーキを見飽きてるわけだから。やっぱりステーキもある。うんうん、県民ステーキもある。いきなりステーキ。いきなりステーキもある。なのに。もういいよ、相変わらずステーキで。ああ、いいかもしれない。シュプリームさん、ありがとうございます。もらいます、これは。じゃあ、これめっちゃいいね、俺とママがあと5年後くらいに、もしかしたら、相変わらずステーキね。ステーキ戦争で、みんなが焼けの花になってる時に、いきなり相変わらずステーキを出すという可能性も。いいな、マジで。あるので、まあ話戻りますけど、でもモスバーガーは、すごい、うん。モスはでもマジうまいよな。だから俺ちょっと思うもん。やっぱり安売りしすぎなんじゃないかなって。でもモスはよ、そんなや、多分このお前感覚がない。バーガー界のやつらはモスは高いと思ってるからな。あ、まあ、まあ確かに確かに。でもじゃあマクドナルドとかでしょ、お前比べてるの。マックとか、そう。お前うまいか。そう、うまさでや、だからうまさでや、うまさ。皆さん今聞いてる閲覧が、まあラジオの方も聞いてると思いますけど、頭で思い浮かべて、うん、あのどっちですかね。俺はモス食うときはご褒美だから、あのファーストフード食いに行くさ。マックとかは別に日常的にはい、はい、あ、飯食いに行こうで行くけど、ちょっとお腹空いてから、ね、モスを食うってやったらちょっと今日はご褒美だな。お前400みたいな感じだから、450のステーキ食ったやつに言われたくない。違う違う違う。今日何お祝い。いやでもそうもないですか。俺も全く同じ件。そうっすよね。俺もう世の中で一番好きな食べ物、はい、モスの照り焼きバーガーだった。おお、マジっすか。うん、でもうだからモス行くって言ったらちょっともうおめかしするもん俺。
そこまではしないですけど確かに靴とか履くんですか確かに分かりますなちょっと敷居が高いっていうかね特別感はあるモスはマジであるよ絶対思ってると思うよ俺みんなチプリームさんもモスのポテトは最高あとおばあちゃんが運んできたら安心するああ確かに分かる俺も多分マクドナルドのことが悪いとか全然なくて全然食えるしうまいけどやっぱ若い人がさ多いじゃん、うん、で俺東京とかのマクドナルドって、うん、大会とかあるんですよバイト同士のオペレーションの大会って言って、うんうん、普通にあのカウンターで用意スタートで10人ぐらい適当に注文するんですよ、はいはい、それをいかにどれぐらい早くさばけるかみたいなあ出すまでの時間競うみたいなだから沖縄俺東京で住んでてちょうど不動産の会社入ってた時の一番最初の上司はモスでバイトリーダーやってたあ、じゃあごめんマックでバイトリーダーやってた先輩だったわけ、うん、学生の時、うんうん、でその人大田区の蒲田ってところに住んでたんですけど、うんうんうん、そこでなんかバイトその なんかのやつで1位になったって言っててやっぱり意識高い店舗になるとお客さんをもう30秒も待たせないようにやろうとかになってくるってモチベーションが、うんはいはいはい、だからもうパンが来る前に下のバンズも用意しといてもうパテも用意しといてみたいなのとかをずっとバイト内で喋ってて、うん、熱いな熱いさだからやばいなだからこういうのって沖縄にないさだから沖縄来た時に初めてマクドナルド来た時は、うん、うわゆっくりだなと思ってそれだったら別にモスでも全然待てるなと思うし、うん、俺結構マクドナルド行く時はあれ昔は今は普通に、うん気持ち的に食べれたんだけど、うん、昔マック食べれなかったわけ全く、うん、なんでかというと、うん、なんていう東京ってハンバーガーがいっぱいあって、うんうん、それこそフレッシュネスバーガー会社の近くで行ったらありそうだ確かにそうだでロッテリア、うんうんうん、モスバーガー、うんうんうん、でマック、うんうん、みたいな感じでもう行ったら、うんうんまあ、食べなかったわけさ正直マクドナルド食べるときはちょっと自分の体を痛めつけてやろう失礼な失礼だよじゃあ意外とすいません本当にマクドナルド与えてじゃあその時はね無知だったから、うんうん、東京にいる俺、うん、あの時遠慮してたモスバーガーを、うん、今は自分の金でバクバク食えるっていう あれがあったからね、うんうんうん、で今はもう全然マクドナルド最近も食べて美味しかったし、うんうん、でもめっちゃマクドナルド早いんですよだからねどっちかなと思うんだ確かに早いめっちゃ早い注文してすぐ出てくる時あるわけよ確かにこいつ作り置きのやつだってんじゃないのあと俺が頼んでるやつ知る能力があるのかなみたいなあれすごいよなマジで早すぎて逆に心配になる時あるけどね、うん、そうだからあとマクドナルド行って多分知ってる人もいると思うんですけど俺初めて最近っていうかその時教えてもらって先輩に、うん、ってなったんだけどポテト揚げたてのやつお願いしますって言うんです、うんうん、分かりましたできるってこと俺最近知ったそれですよねうんしたらなんかん作り置きでなんかフードあったかいやつのなんかなんてシャカシャカみたいなってんのそれじゃなくて新しいやつをそうそう揚げてくれる1、2分ぐらい待ってくださいって言われてあれあれだぜ塩多めとかも言えるかねええー、塩多めっつったらティッシュに塩をくるんでそれを渡されるんですか入ってもうつけてくれんのよだから後で自分でかけてねーっつう話だ、やっぱりしかも最近夜マックっていうのもできて食べたことあるない100円プラスしたらあーらしいねパテが2倍になるっていうだからフィッシュバーガーが頼んだらフィッシュが2倍になるわけマジ、うん、そうさダブルチーズバーガーって4倍さ4倍になるさ4枚には並んだろなるよ絶対なるそうほんとほんと100円でほんとほんと3枚だろ絶対4枚には並んだよあれの価格あれの価格って2倍になるだからああ何時からそれあ夜夜だよな一回調べてみるよちょっとじゃあその間4枚になるかどうかだちょっとその間実証しよう一回帰りに行ったらご飯食べたら食える俺食えるじゃあこいつ今日お腹痛めっちゃお腹痛いってあった時からずっと言ったんですよずっと聞いてんすよなんでって聞いたらなんか最近結婚式のがあった昨日あったらしくてそれでなんかラーメン早食いみたいなやったんですよ辛いラーメン辛ラーメン辛ラーメンはいはいはいこいつ辛いのすんの得意じゃないしで本気で食ってるムービーみたいなのが俺見たんですけどこいつ普通に本気でやって女の人に負けて5位なんですよ一番体張れるところで苦手なんだな食えないすもんなの一番体張れるところでさそうそうそう負けてるさだからそれで
で俺の中ではこのヤバい時は肉を食えっていうのがあるんで、あーなるほど、なんか なんかあった時にヤバいって思ったら別にお腹だけじゃなくてヤバい時は俺マジで一番好きなのはユニオンのステーキなわけよ。どういうこと？ユニオンのステーキがあるんだけど1000円ぐらい、ユニオン、普通のスーパーのユニオンの1000円ぐらい出したらこの 700g とか食えるんですよ。はあ、1枚ごっついやつ。あ、1枚で 700g ぐらいあるやつ。 700g ってよ、もうマジこんぐらいだよ。でお前牛に嫌われるよ。もう本当にでかい。でそれをもう、まあ、米も食う時もあるんですけど肉だけとかで食うわけよ。わかる。そしたらなんかもうおーってなるわけよ。あれ何かな、部活やってる人なのかな、そういう教えなのかな。俺も東京で体調悪くなった時、目の前にステーキ上がったから、うん、いつも300、400って、うん、あの家について吐くっていうのを繰り返してた。しかも実際治るか、治るさ、治る、なんか治った気になるわけよ。そういう時って米も食いたくないよな。うん、米も肉だけでいいですよ。肉だけ、わかる。やばい時は。はい、今マクドナルド調べました。はいはい。マーボーびっくりするぞ、はい。やっぱり書いてあるのは、うん、夜マック毎日17時から。だから5時から夕方5時からプラス100円でパティが倍にって書いてるんですよ。倍ね。はい。ということはだよ。見てよ。ダダーン。これやばくね。これは今はすみません、ラジオの人とか映像がないと。これビッグマック。パッと見ビッグマックじゃないのこれ。あ、だからビッグマックのパティが2倍なんですよ。ビッグマックのパティが2倍になってるってこと。で、ダブルチーズバーガーももちろんダブルなんで。4枚やばでしょ。これラジオの人ももしまだまだ晩ご飯まだであればこれ聞いて、マスク行った方がいいよ。これやばいわ。やばいっすよね。これ朝までやってんでしょ。いや、これは17時から何時間までっていうのがあるんですけど、あー時間は決まってんだ。今からは今までは全然やってるんで、あ、朝までです。朝までやってんだ。一応24時間店舗では5時まで、うんうんうん、あ、5時から。でも5時からまた朝まっかだけど、考えてみて、まあお前今まで普通に単品で390円でハンバーガー2枚しか入ってなかったのに100円420円になって4枚になるんですよ。夕方5時からやってるんでしょ、はい、もう大体それじゃん。その時間に行くやつは営業時間大体それやし、その時間に行くやつは大体これ食った方がいいです。へえ。はい、これは一応帰りに来週のあのラジオの検証ネタとして、あ、これ、ま、麻婆が今日食ってみたっていうのをやりたいと思いますんで、100円出せば、てか200円出せばもっと増えるのかな。あー来たよ。あーそれってやばくないですか。そそるそそる。ちょっと待って、一回やってみます。大体肉とかできるのかな。あのあれですか。あー増やして、またね、だけど考えてみて、200円で倍だよ、うん、お前8枚になるよ。お前それで言ったら1000円の時には126枚とかになる計算。新しい商売が。これやばいな。だってもうだってお腹いっぱいだな。いやそれはね、8枚たらハンバーグ8枚食ってるみたいな。やばいな。ということで今ラジオ聞いてる方、宜野湾で今ラジオ流れてて、車の中で聞いてたり、これすごいわ、ちょっとあの家で暇して聞いたり会社で聞いたりしてる人たちとかは今からマクドナルドに行って、うん、食うべきだな、うん、夜マックを。そうだな、確かにやった方が100円で倍になるんだったらお得じゃん。しかもお得だよ。安いさ、マックっていったら、うんうん、そう普通に考えてカツ丼、牛丼、吉野家で、牛丼頼んで、うん、プラス100円で、あの牛上のやつが倍。そう確かにな。結構ごついよ。すごっ、それすごいな。ちょっとそういう話をなんで、あのいいタイミングなんで CM 入れて休んでいきたいと思います。でしょ、やばいなそれは。これ結構やばいよ。すごっ。バイフィレオフィッシュとか絶対うまいもん。うまいだろうな。フィレオフィッシュうまいよな。しかも一番やばいの、夜マックのサイドメニューバージョンもあるんですよ。あるんだそういうのも。それ、うん、チキンナゲット、うん、ポテト L サイズ、うんうん、合わせて500円です。安いな。安い。なんなんそれ。やばいな。夜だけでそれまた5時からやってんのそれ。それも5時からですよ。だいたいそれやし。朝までやったとしても。こんなの学生とか250円ずつ出せば。うんうん、いや、2人でみんなで食えるわけでしょ。シェアして食えば。めちゃめちゃ食えるから。うわ。男なら黙ってどんどんバンバン。マックね。いいよね。しかも麻婆なんかよく食べてない？
俺はどっちかって言ったらもう普通にこの、はいはい、あ、はい、あ、はい、戻ってきました。マクドナルドの話でもってマーボーよく食べてるさ。なんか俺のこの大学の時の食い方は、あ、大学の時の食い方はっていうんですけど、うん、ちなみにあの、うん、説明を付け加えると、うん、マーボー大学生の時、うん、106キロです。そうそう、106キロあった時の食べ方は100キロ、今はまあ70 今はまあ76くらいなんですけど、100キロの食べ方は、そう、100キロの時の食べ方はやっぱもう、しかも大学生でまずお金もない、うん、金ないよね。でも量は食わないといけない、うん、っていう時はもうやっぱもう100円巻くよね。100円マックをもうひたすら食うってことでしょ。もうそう、それをめっちゃ食う。どれお前もこれがもしあったらもうあるわけでしょ。そうそうそう、それかこのセットと、セット一つ頼んで100円マックを4つぐらい頼んでそんな関係で、まあ3つぐらいじゃん、食って 4個ぐらいじゃない、バーガー。そうですね、シュプリームさんからコメントがあるんですけど、ダムダム、あ、ドムドムバーガーっていうのがあるんですよ。ドムドムバーガーって今一応ちょっと調べたりもしたんですけど、日本で最初のハンバーガーチェーン店ということで、もうマクドナルドとかそんなのよりも先のやつなんですけど、ドムドムバーガー沖縄本当にはないかな、多分ないっすよね。ドムドムはあります、今はないんじゃ、昔あったよ。あ、そうなんですか、うん、へえ、俺らは全然わかんないですけど。いや、ドムドム今あんのかな、もうしばらく見たことないけどな。しかもいいね、ダブルバーガーのパティを1枚外して白飯に確かにありだな、ありだな、だから家に持ち帰ればな、うん、だから持ち帰りでフィッシュバーガー、あのフィルフィッシュの確かに夜マックにして、そうそう、1枚はあの明日の弁当使いに入れても魚フライとして食べてご飯それかお店の人はあの売買しまくって倍1枚取って家お店でフィッシュバーガーとして売る。それでもあるじゃん。いやだからもうほんと新しい商売できるよな、商売ができるぐらいの。へえ、すごいなそれ。面白いですね、マジで。なかなかね、ハンバーガーって、だけどそうそう違う、それでモスの、いきなりマクドナルドが、だからマクドナルドもめちゃめちゃいいものできてるわけ、やっぱり夜マックとか、うん、俺見た時嘘だろうと思って、うん、しかもなんか倍って書いてたから俺ちょっと意地悪してやろうと思ったわけ、うん、あの行って、あ、じゃあビッグマック夜マックでって言ったら3枚になって、はい、倍じゃないですか、4枚ですよねって都で言おうと思ったら4枚来たから、あ、徹底してるな、そこ徹底して俺みたいなやつをもう最初から想定してもうそんな経験も腐るほどあったんだろうな、もう多分スマイルくださいぐらいもう余裕だから、大使シャドウさんお茶ありがとうございます。バーガー食べたらね、飲みたくなるからね。バーガー食べたら眠たくなる。飲みたくなる。そうだからすげー、そう考えたら知らんかったな。モスだけどもやっぱり結局結論は俺はモスだね。うん、まあモスがそれはうまいよ、うん、もちろん。俺でやっぱりじゃあ俺、うん、最近思ったんだけど、うん、最初も言って安いわけよ絶対。価格設定自体がもともと安すぎて、うんうんうん、俺あのたまに宮古島の100円ショップ、うんうん、ダイソーあるじゃないですか、うんうん、そこのちょっと偉い人たちと、うん、なんかいろいろ会社とかのでつながりがあって、うん、朝だけ、うん、たまに手伝いしてるんですよ、うん、荷下ろしみたいな、はいはいはい、沖縄な、あ、宮古島なんで多分沖縄もそうなんですけど船で大きい荷物が来て、うんうん、コンテナが来てそれを俺らが下ろすっていう作業をしてるんですけど、中の人の作業を多分知らないと思うんですけど、ほとんどの人がやっぱり結構な品数さ、うん、ありえない品数を、うん、後ろで人力でさばくんですよ、うんうん、ついたコンテナに段ボールが何百個入ってて、それを俺らが倉庫みたいなのに一回入れて、それを一個ずつ開けて誰々さんっていうカゴに入れていって、うん、誰々さんが持ち場から店頭に並べるっていう作業をもう毎日やってるんですよ、うんうんうん、でやばいなって思って、だけどそう考えたらまあ難しいと思うけど210円にしそれを200 無理だろさ、無理だ無理無理だけどこれがなったらなったとしたら、うん、それでも買うさギリ、まあね、でもまあ200円でもまあ買うっちゃ買うけどねだってさ、うん、だって安いのに慣れすぎたなって思った最近、そこでやってることで
だってもし単純計算だよ、あの本当にあの需要と供給でそういったいろんなのをなしにしたとして、うんうん、216円でも商品が売れ続ければ、うんうん、同じ量でも多少、まあね、まあ少なくなっても100個売れてたのが70個になったとしても50個売れた時の利益と変わらないじゃん、まあね、そうそういったのって考えたらまあ給料とかも上がるのかなとかなんかもっと時給とかも1000円できるんだろうなって思うけど、それやったらどうせ誰か100円でまた作るんだよそうそう、だからなんかね、慣れすぎてるかなって最近思う。別に俺自分があの金あるとかじゃなくて、俺も全然100均とかもうバチクソ使うけど、うんうん、でもそれ言ったら逆で言ったらだよ、うん、このお前はどっちかって言ったら安い派さ、安い安い全部周りが安いはよって言ってるけど、いやまあクオリティがね、うんうん、いいのに安いってね、そうだから逆にそれで持って言ったら、うん、他の周りの店舗はあの荒稼ぎしてるってことだろうって同じものでもこんな100均でも買えるものがこっちだったら1200円とかするからさ、確かに同じ使い勝手も同じなのに、だからそいつらはお前お前もだから100均のすごいところは1200円だろ、うん、あいつが1個売るまでに15個売るから資本主義の一番強いところをあいつらはしっかり手につけるから、しかもやっぱあの理にかなってた、なんでこ、うん、なんていうあんだけ商品数も多いし、うん、安くってやっぱ数作れば必然的に、うん、あの安くなるさ、もの、うん、作るのって、うん、数が多ければ多いほど、だから半端じゃないぐらいの量を作るっていうのはやっぱりやってんのかなっていう、確かに、ね、中国とかで作ってんでしょ多分、あ多分そういうのも多いと思います。最近100円ショップ中国の人多いんですよ、とってもえめちゃめちゃ来る、あの那覇とかの100円ショップって中国人の観光客が100円ショップでわーって騒ぎながら、あめっちゃやってます、カゴいっぱい買っていくわけですよほーと思うね確かになんかもう作ってんだから なんか何ですかね、だから持って帰ってるんだある意味ね、持って帰ってる俺らが福岡で沖縄そば食いねえかみたいな持って帰ってるんだ、まあいいかとは思うけどそれもなんか面白いね、作ればいいのになあっちでもでも日本の会社ってことか、そうそうそう、まあまあまあ、それをじゃあ向こうでね買えないと思うけどね、うん、なんか確かにだからすごいなって思うし、でもそれでもよ100円で売ってるわけさこいつのこの顔は小学生みたいな話するんだよな俺知ってるんだよな、100円で売ってるんだよ、うん、っていうことだよ多少なりとやっぱ乗して売ってるわけさあれいくらなの原価やばくね、いやほんとそうよな、15円いや分からん、100円でもやばいけど、乗せるって大体限界あるさ、うん、俺らも4割とか言われてるわけさ、乗せれって、うん、大体そのままさ、しかも考えてて、お前の4割乗せて利益取ろうと思ったら20円で限界包丁20円で、誰が作ってる材料何マジでやばいだろ、あれはやばいよな、本当にすごいよな、だって割り箸とかさスーパーで行ったらさ50個入り216 200円とかさ、うんうん、100均ってさ70個がさ100円なのルールが分からなくなるというか頭おかしくなる、頭おかしくなる、すごいよな、分かるわ分かるわ、カレーなんかマジでお皿とかもさそう100円さ、うん、で俺最近やっぱね、俺もだからさっき安いのになりすぎてるって俺実感したのは、うん、何も分からんで100均で買い物した時に、うん、ピーってやったら300円の商品がいてって言われたその時にあこれなしでって言ったその時あ俺ダメだって家帰ってちょっとしゃーな、これ分かるよ分かるよ、100均なのに300円があるって思ってしまったっけでも300円でも安いわけ、あれは確かに、俺だって見つけた時300円の値札見てないからこれ100円ラッキーって思ったのでもそれが100均の狙いじゃん、多分ちょっとジャブを入れてきてるんじゃないけるかなって300円とか置いてきてる、あとやっぱりいらないのも買ってしまう、ああ確かにな、それはあるな、きつで、ゴミまで、そうよくよく考えてみたら、あのやっぱりまあ他のものはね9割9分100均の方が安かったりするよ、物持ちとか全部無駄なしとしても、でたまにティッシュ1箱100円とかあるわけそういう時に買ってる人見たらこいつも踊らされてるなって明らかに薬局がずっと安いのに
5個とかだからな、あっちは200円で5個で198円とかなのにだからその時に確かにあそれはあるな100均にやられてるなっていう時は正直あったいつの間にかね多分だからこれがマジックなんだよな確かに多分車とかに置くさよああいう人ってうんうんうんそう、うん、なそうだなお前も経験した俺買うね俺そうそうそうああ車じ、うん、あと電池も100円だったりするさうん電池持たないさ俺電池爆買いするよマジでそうだから電池って持たないさだから普通に300円とかの方が結構持つさだからお前も踊らされてない確かにね電池めっちゃ買うなそうそう100円は借金すごいわすごいな、うん、だやっぱ安いものにやっぱ環境的が、うんうん、日本っていう環境が良すぎてあと特に、うん、俺よく言うんだけど、うん、沖縄の観光とか来る人に、うん、一番なんか何食べたらいいとか言われるんですけど、はいはいはい、俺結構食べてほしいのって、うん、弁当なんですよ弁当なわかりますわかるわかる普通に沖縄県の弁当の多さって弁当屋の多さって尋常じゃないじゃないですか、うん、確かに多い時多いよななぜかホットモット24時間営業とかうんうんうん食う？あ、いてるな、うん、でも俺は行ってたよやっぱいるんだよねこの夜の人たちとかはやっぱ行くんじゃん、うん、嬉しいもんだから助かるよな空いてたらただあの24時間のホットモットクーラー効きすぎてガラス白くなっちゃう確かに確かに確かに人の入れ替わりがないからあんな寒いところで仕事ができるんだと思うぐらいそれはあるそれはそうだからそれぐらい個人の弁当屋が、うん、あれこそ限界いくらだろうまあ確かにな弁当やなすごいよなえげつないっすよねやばい弁当あるからなたまになキロ弁とかっていうのとか一気合計弁当が1キロみたいなのとかさ500円とか400円ぐらいじゃん、うん、あっちやばいよなキロ弁ありえないさ食えんしまつだから普通って多分東京とかって弁当頼もうとか弁当発注しようってなったら多分ホットモットとか一人勝ち状態だと思う沖縄で、ねステーキ戦争よ戦争より今弁当弁当戦争に近い弁当は確かにないや弁当買うもんな いまだにいや全然しかもなんかやっぱり俺らとかも宮古島にもやっぱ弁当屋って何軒かあるんですよ、うんうん、でやっぱ学生の時とか行ってたのとか、うん、今も行きますもん行くよね、うん、だって沖縄本島の人たちも高校の時いつも返してた弁当屋絶対大学生になっても、うんうんうん、卒業しても社会人でもな絶対行くうまいしなしかも普通にうまい普通に、うん、普通にうまいしあとやっぱ100円そばがああ確かにあ100円そばっていうのがなんか普通に丼ぶりちゃんとした丼ぶりみたいなやつに100円でそばが食えるという、うん、あれとかも結構画期的さマジでやっぱ安いものにね慣れすぎてるよね確かにすごいよな、うん、弁当すごいですねマジうまいところはうまいねそうで安いまあ全然また関係ない話変わるんですけど、うん、俺今初めて聞く人もいると思うんですけど宮古島で今民宿をやっていて、うん、で、まあ、7月8月9月結構やっぱ忙しかったわけ、まあ、6月ぐらいから、うん、だけどやっぱり俺らみたいな俺は民宿だから一棟で貸すじゃんだから1人1日1組しか泊まれないんで、うんうん、だけどやっぱりどうしても休みがかぶっちゃうんですよ、うん、土日が休みがほとんどなんで、はいはいはい、で最近なんかもうそれって結構苦しいじゃないけど心苦しいじゃん問い合わせ来ても空いてないですって返すわけだから、うんうん、で俺どうにかならないかなと思って一応いろいろ調べたり考えたりしてたんだけどドイツとかヨーロッパって、うん、地区ごとで、うん、休日を変えてるらしいんですよ、うん、へだから、ね、行ったらゴールデンウィークに込むってのは、うんうんうん、みんながゴールデンウィークに休みを取るからっていうのになってるわけよ、うんうんうん、だからそうかだから A 地区は月曜日から金曜日まで夏休みねじゃあ B 地区は次の週ねとかってやるから、うんうんうん、そのパン屋さんとかもA 地区閉まってれば B 地区行けばいいや B 地区閉まってればみたいな、うん、B 地区って言ったらダメだお前ニヤニヤしてるだろ俺は気づかなかったでそれで、まあ、そういうのやってるらしいんですよだからあんまり休むことに抵抗がない正直さん A 地区 B 地区拾わないでくださいいや真面目なのそうだからなんかそれって良くないですか？いいと思うな。俺だから業種によって分けるっていうのを、うんうん、意味わからないなんとかフライデーとかなんとかマンデーみたいなのとかしょうもないことはやめて、うんうん、製造業
と運送業の人は月曜日と火曜日を休みにします。はいはいはい。で何々の人は水木を基本的に休みにします、うん、でとかっていう風に分けていけば、あの消費が分散するじゃないですか。うん、そうね。で、うん、交通も、うん、その時は製造業の、あ、今日混んでるな製造業の人だなみたいなのはあるかもしれないけどあの絶対その方がいいさ。だから月曜日暇っていう日がなくなるんだよ、うんうんうん、で、うん、あやばい、やっぱりどこ行っても混むから家にいとこうっていう時点でもう、うんうん、あのあまり良くないことが起きてるわけじゃん、うん、消費しないってことで。だからやっぱそれの案は俺はドイツとかそのヨーロッパの見て素晴らしいなって思った。それって実際できるのかな、やろうと思ったら。いやでこのちょ国が動けば、いやできるんじゃん。だって実際問題週休2日になったのって俺らが小学校ぐらいの時からでしょ。まあ確かに。そうそう。あ、そうだったっけ。そうだよ。だから土曜日も仕事。俺は土曜日仕事出勤じゃなくて学校行ってたから。学校はだろ、うん、仕事もあったのかな土曜。だけど結構週休、うん、週一とかが多かったっすよね昔も。多分お母さんなんかって。まあうん、俺らの時も土曜日学校だったしね。そうね。だそういうので別にできないことはないんだ。うん、確か、あ、そっかそっか、学校でも一緒か。そうそう、学校でも一緒だから。だから確かに、あの国が結構がっつりめに頑張れば、頑張れば九州地方だけはちょっと。あの夏休み1週間ずらすとか、うん、まあ、確かにね。俺は業種で分けた方がいいと思うんだけど、うんうん、だってなんとかフラ金曜日とかやってもさ、うん、結局みんなが金曜日に終わるから、あれなんだわ、美容室とかは、あ、はいはいはい、月曜日休みだったら水曜日休みだったり、ああ確かに、あんだけど、どうせみんなが休んでる時に打ち明けたら儲かんじゃねえかって思うやつらが出てくるんだよ。そういうやつがいるんですよ。そうそうそう。だからそいつが邪魔するんですよね。だからそれさっきの弁当屋の話もそうだけど、 あっちが300円出すんだったらこっちは250円出そうみたいな、うんうん、ダイソーが200円値上げするって言うと、じゃあ俺は100円で行こうみたいなやつがやっぱいるわけよ、うんうんうん、だそこが俺も今正規さんが言ったところで、だからね、みんなで入ってやればいいんだろうけど、そうそう、だからそれ決めてくんだよね、決めるっていうのが、まあ確かに難しいとかな、働いてたら殺すとかぐらい確かにちょっと罰金ぐらいいいかもしれないですね。まあ、そのぐらいやればいいんだろうけど、しくべみさん、各週土曜日が休みっていう時期もあったね、やっぱり、うんうんうん、だから、でも俺は思ったけど、だからその今正規さんが言ったように、そうなん、うん、そこなんですよ、うん、誰かが飽きたりするというか、そう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 、どうしてもね、そういう微妙なことしたりするんで、勝ちたいからな、それがちょっとね、だけど国が決めれば、まあ確かにね、今本当に言ったように罰金ぐらいすれば、ちゃんとすれば、まあ罰金、まあなかなか難しいと思うけど、うん、それぐらい大々的にやれば、あのホテルとかもさ、旅行に行く人がどんどん減ってるって言って今結構問題になって、うんうんうん、それがいろいろあって、なんか出国税とかも取ってる、取るとか言い出してるじゃん、うん、道理的に1回1000円みたいな、うん、そんなのやるかやったら俺はもう月火は何々みたいなすればいいという気がする、うんうん、あと一番なんでって思うのは、土日休みじゃん、みんながほとんど市役所土日休みじゃん、うん銀行、まあ、確かにな、銀行土日休みじゃん、それな、うんうんうん、一番びっくりするの、俺民宿での作業をしている時に、うん、もう怒りで震えが止まらなくなったんだけど、あのゴミの、うん、ゴミ処理所日曜日休みなんですよ大体において掃除って休みの日にするさ、確かに、ね、日曜日に出しに行かないといけないのに、うん、日曜日休みにしたら、あの人たちは別に2連休取るんだったら全然いいんだけど、うん、あの月火とか、うんうんうん、あの人たちこそずらして取るべきで、まあなあ、本当はその人が休みの時にやってほしい仕事あるからね。そうそう、絶対それ役所だけじゃないけど、なおさらそれそうじゃないですか。絶対役所なんて土日休んでて、わかりました月曜日行きますっつって行ったら担当休んでるからねそう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 、そういうのがそういうのあるから、そういうのがあるんですよね、なあとは思う。だまあ交代制とかはね、いろいろやり方あるんだろうけどね、うんうん、土日ね、絶対美容室とか土日もやるわけないじゃん居酒屋とかも、うん、だかそれってやっぱな、もう土日に休みがかぶってしまってるから、うん、しょうがないっていうことが起きてしまうけど、確かに、ね、飯屋もすごい美味しい蕎麦屋さんがあって、はい、そこ日曜日休みなのよ、はい、俺なんでよっていつも言ってる確かにそういうとこ多いですよね、平日人いっぱい来るのよ、はい、もう平日のお昼時とか、はい、だからもう日曜日閉めてももう儲かってるからいいぜって思ってるわ絶対あでもそうでしょうね、でも日曜日しか行けないからこっち、なんでよっていつも言う、そうなんですよね、思ってる、ね、だからこういうのはちゃんとなんかまあそれこそ日本全体でやらなくてもロールモデルとしてちょっと沖縄県内だけど宮古島だけでもやるべきだと思う、したら逆にそれで
使ってくれるかもしれないし、だってしたら居酒屋がさ、うん、儲かるってことはさ、あの仕入れするスーパーとかが儲かるわけじゃん、うんうんうん、スーパーが儲かればあの漁港とかも人も儲かるわけじゃん、うんうんうん、じゃあその人たちも酒飲みに来るじゃんといういいサイクルも生まれると、うんうん、俺は信じているわけ、うんうんうん、でやっぱりこれ聞いてないかな阿部、いや今阿部忙しいよ今あそかロシアロシア行くロシアロシアか今今からロシアで、そうそうあの習近平と会いに行くしよ今プーチンと直接聞いてこいよってロシア行ってな多分もうやってんだろうあっちやろ、あいつわかんないけどこの閲覧ツイキャス12人の中に阿部がいるわけないもんね親戚もいないはず確かにシュプリームさんの意見ね、休みの日に全島へさ5時間生放送とかどんな気分なんやろ俺もそれ思う俺は結構シュプリームさんに賛成意味ないんだからやるよそうそうそうなんで生放送してんだろうな5時間もあ流れさんずっとじゃああれってだって見に行った方がいいでしょ基本的に、まあね、テレビをジャックしてやるもんでもないし、うん、そうだあれをやってしまうから A さんに行かなくなるんだよな、うんうん、テレビ見れる人が行きたかったなでもそう、そういうことですよね、うん、いやなんかそうそうだから今回の俺の提案としてはね、うん、業種ごとがやっぱ一番しっくりくるというかやっぱあとお前さ政治家になればいやいやダメダメダメそれはちょっとだってこんなのもできなくなるよもうラジオもお前 A 地区 B 地区とか言ってるよ、いいよいいよヤフートップだ LINE すれお前これいいや今日いやそんなレスポンスのいいお前歯切れの悪いラジオないだろということで一回ちょっとあと1回分だけ CM が残ってるんで、いい CM に行きたいと思いますじゃあ3月3日さんいた方がいいねまあ必要ならいるけど2人でも喋れてるしケロの街そう思うんだよでも無理だろうななかなかスマホみたいな実際でも俺の場合とかはだからめっちゃいいっすよこの旅行とかが、うん、あそう俺もだから外すじゃないですか、うん、お前とかも自由さ、うん、休めるよだからどっか行っても混んでないんで絶対どこ平日とかしか逆に行けないからお前とかは行くかもしれないけどお店側からしたら毎日は土日の方がいいさまあねそうみんなで同じ土日を取るっていう人が文化はちょっと良くない、うん、確かにはいじゃあそろそろ行くよはいどうぞはい戻ってきました、はい、そうさっきだけど俺さそうそう正規さんとか俺らとかはさ、うん、時間結構さ、うん、平日とか休みを送ったりするからさ、うんうん、なんていう好きなようにではないけどさ、うん、楽じゃんそれこそチュラミ行こうと思ったら平日と昼間とか行けるから、今みたいに全然混んでないしいいんだけど、俺その関さんが日曜日の蕎麦屋の休みとか言うじゃないですか。あのいつもだいたい1時半ぐらい行ったらスープ切れましたって言って毎回閉める蕎麦屋があるんですよ。なんでさ多めにしないと。なんで多めにして2時半まで開けないか。でもそれは多分案外狙いかもわざとあ確かにね、まあ、売り切るっていうのもあれかもしれないけどじゃあ1時半まででよくない営業ああまあ確かに、ね、なんかいつも行っても食えないんだよなみたいなそう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 なんででもそのために今日は狙っていこうっていうさみんなだからもうそれが狙いなんじゃだから大体空いてる時もあるんだよなか嘘ついてないって思う時あるよな確かにな7杯分しか作ってないのみたいな確かにそれはもうちょっとやればいいのになそうそうだからそういうのとかもなんかあまあさ今みたいにあれ食べたいなとかやっぱり食いたい意欲みたいなのはあるかもしれないけど、うんうん、あの大体毎回来てるってのはバレてるじゃんあの返してるわけだから確かに食わしてほしいわけ俺それよりそれでまずかったら受けるようなマジそうそういうのとかは面白いな確かにねただまあ休みね、うん、やっぱ土日休みっていう言葉がもう根付いてしまってるからね、うん、やっぱりそこもねどうにかできればいいやんそうだって仕事中に役所行くってほとんどできないじゃん、うん、普通の人ってスーパー、うん、しかも銀行なんてさ3時に閉まるんだよ、うん、あれやばいよなあれ意味わからなすぎるだろあ俺あれかそれが一番嫌だな俺は嫌だろ、うん
俺も銀行とかよく行くんだけどさ、うん、まあ前の人が飲みまくったりさ、お前の仕事とか朝じゃん、うん、そしたら大体寝てるさ。そう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 、なのに銀行3時前だなと思って2時とかに起きないといけない苦しさってあるような、うん、して大体行ったら混んでるだろ、うん、両替も4時前だから、うん、それで途中ぐらいになシャッター閉まったら全然知らない裏口みたいなところから帰らされるんだ何やろなんか悪いことした感確かにどうにかならんかね。そう3時ね、なんだろうな、みんなが夕方5時までだから、まあ俺みたいな考え方とかの人とかはブラック企業とかになったりするんだろうなじゃあだけど、ね、理にかなってないもん。うまく回せばよ、絶対回るよな。なんで3時知らん知らんだろう、まだ持ち残ってるんじゃない仕事もじゃあさそれ大体みんなやるさ裏で、うんうん、人数もいっぱいいるし。だから3時まで窓口対応は5時まで窓口対応の人と3時まで窓口対応の人って分ければいいさ。うん、はい、やっぱり早いと思うって多分今結構ラジオも聞いてる人も、まあ、思ってるだろう、絶対思ってるし、うん、やっぱり役所土日休みってのは役所の人が嫌いとかなんとかとかじゃないけど、ちょっとあの日月休みとかしたらまた月曜日が混むんだよな、うん、まあまあまあ。でもこれってさ、どうやったらさそれ変えるの、もうなんか署名し始めもうなんかだけどさ、うん、だけどそうそう署名活動とかも必要と思うけどさ、うん、俺絶対今は言ってるけどさ、うん、もう何十年も前から思ってる人絶対いるさ、でも変わらないってことは、うん、多分変わらない変わらない俺らのラジオで何を騒いでも、うん、まあ、変わらんと思うけど、変わらんだけど、まあまあまあ、言うのって大事だよ、うんうんうん、変わらんと思って何もやらなかったら、そう何も始まらないんだから、うん、だけど俺は変えてほしい本当に。そしたらやっぱりあのいろいろ業態的にあの、うん、消費が分散すれば潤っていくと思う。ホテルも平日が空いてるとか、うんうん、居酒屋もご飯食べるところも平日暇とか、うん、そういったのがなくなれば働く人も増えるじゃん、うん、雇用する人数もという。どうですこの案としては。採用採用まあ、ここで採用したからって言って何も変わらないけどねここで採用したからねって一瞬やったと思った俺もちょっと心でガッツポーズしてしまったけどでもまあどうにもならんよな一応俺一番最初に何か一個権限を与えられたとしたらこれにする、うん、あそれを、うん、ああなんて利用あ利用業界のように業種や業界ごとに定休日を決めたり。あ、渋谷さんそうなんですよ今さっき言ったように、うん、そうで不動産やってここでは分かんないですけど、うんうん、あの東京の不動産やって水曜日がほとんど休みなんですよ。あるかもね。ここもそうですかね。どうだろうな、ちょっと何曜日かっていうのは東京とかあの本土の方は水曜日が休みで、うん、その理由は契約が水に流れるっていう。本当かどうか分からないけど俺は不動産屋の先輩がそう聞いたわけさ。それでそうで多分美容室とか理容室が火曜日とか休みなのって日が関係するとかなんとかって言いません。原価継ぎみたいなのがあるだろうな多分な。あそういうことね。なんか燃える的な、紙が燃えるとかそういうのはお金が燃えるみたいな、なんかそういうの良くないみたいな、いろいろあるらしくて、で不動産業界は一応その契約が水に流れると。だから水曜日にしたみたいな。そうそう、だから俺もそういう業界ごと業種ごとの定休日を決めて、うんうんうん、製造業の人とかはね、確かにね、そう土日とかってやっぱ配達とか多くなるじゃん運送業とか絶対、うん、だから月曜日と火曜日休みにするとか、うん、そういう風にね、うん、しめた紹介はエコノミストみたいな。いやエコノミストってこいつはあの5年後だった政治家になるなんで政治家に5年後ぐらいになるって言ってたの。ならないですねって言いながら、まあ10年後ぐらいなんかやってると思いますこいつの政治、政治のところで。あちょっとラジオの方人にはもうエンディングの曲が流れてると思いますが、はい、なんかいろいろ今日は関さんも最初からありがとうございます、はい、ありがとうございます。やっぱ関さんがいると、うん、うまくねやりやすい、俺らもやりやすいし、うん、楽しいんで楽ですねやっぱり。俺も楽だけどね、うん、聞いてるだけでいいし、ね、ちょくちょく入ってくれたら、まあ言ってけばいいね、来週からは、うん、あの関さんもがっつり入るような感じであの3人で3人でお願いします、はい、はいはい、よろしくお願いします。トップの番組にしていこうかなあの日のだと興味で、あのつい、なんか今までより人いっぱい見てるんじゃん、52人52人閲覧して、まあ 多いんじゃん確かに今までの俺らでしたら、
次の統一、そうです、挑戦は目指します、目指します、イラミナ、いきます、やめろやめろ、2人で、あ、嫌われたくないんで政治家とかないとか、こういうラジオで好きかって言って、うん、政治家に届けばいいなぐらいの、まあ、イラミナはもう一人いるからね、確かに実は笑ってます、俺もドキッとすんねんね、いきます、関さん、関さん、俺とマーボが発起人となって、うん、あの、思いっきり活動しますよ、何か、うん、とりあえずわらしべ長者 で、 できることあれば票と何かを変える、賄賂変えればね、確かに、しばらく朝まで生テレビを目指す、それは面白そうだ、お前好きそうだな、一回なんかやってみたいな、うん、俺らが司会で、はいはい、あの、いろんな番組の人に来てもらって6時間ぐらいちょっと朝までやるっていうのをちょっともっと人気になってきたらそうだな、はい、もっといろいろもう、はい、実績を積んできたら頑張りたいと思います、ちょっと数字にもね、あの、頑張っていきたいと思いますので、まああと40秒ぐらいで終わりですけど、はい、あとまあ今日見てくれてる人も多いんであれなんですけど、はい、いつも毎週月曜日の21時からやってます、あの宮古島市の25歳2人の、はい、あのショートマーボーでした、ね、マーボーでやってますので、はい、まあ暇があれば聞いてください、まあ、この月曜日なので仕事始めが多いと思いますので、はい、うん、あの、頑張ってください、はい、いろいろきついこともあると思いますが、楽しんで、しばゆみさん、今日もありがとうございます、じゃあいつもね、はい、ですが、終わります、ありがとうございました、はい、さよなら。